じゃあ、行きたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、島根県の庄司さん、森田庄司さんにお邪魔しようと思うんですけど、勝手に今日の私の見どころで言うとこれかなというふうに思ってます。優しさが安心を作る。なんかすごくこう情緒的な内容ではあるんですけど、でおそらく今日 の, お二人のお話を聞いていただくと、この優しさっていうことがこうなんとなくこう感じていただけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、今日はたくさんちょっと伝えたい内容がたくさんあるので、ちょっとさっさとというか急ぎ足でいきたいと思うんですけど、まず社長の森田さんの方から自己紹介を簡単にしていただけるとありがたいです。お願いします。はい、こんにちは。私は島根県の、奥出雲という、地名に奥のつくところですね。鳥取県と広島県の県境にありますけれども、そこで、自分のところで麹を作り、仕込んで、醤油を作っていくという仕事をしております。そうですね。蔵自体は今2箇所に分かれておりまして、行ったり来たりのバタバタをしておりますが、そこで今なんとか自分のところでずっと作ってやっていくということで、仕事をさせていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。で続いて息子の浩平さん、お話できますかね。あ、わかりました。ちょっとじゃあ、ミュート解除して喋ります。そうですね、はい、ちょっとハウリングしたら申し訳ないんですけれども、私は、同じく島根県の奥出雲というところでお醤油作りをしております。2015年の1月ぐらいからお醤油作りを始めました。で、蔵に戻って5年目ぐらいですけれども、こういった麹作りから、いろんなだしやポン酢、そういったの加工とかいろんなのを作っております。今日はよろしくお願いします。少しあれですね、ちょっとハウリングしちゃうみたいです、ね。はい、ちょっと私やっぱ音消しますね。すいません。じゃあちょっともう一度社長の森田さんの方に戻して、はい、はい、じゃあもう少し森田さんにお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、で森田さんの方が今ミュートになっちゃってるかな。あ、平気ですかね、大丈夫ですかね。あ、本当だ、ミュート解除。はい、で島の奥出雲っていうその地域のご案内というかお話をちょっといただきたいんですけど、私こう何年か前にお邪魔した時に、もうすぐ着きますが明日着きますって言った時に、チェーン持ってるっていう話あったじゃないですか。はいはい。冬場は雪がとにかくすごい地域ですよね。そうですね。ちょっと去年今年は少なかったんですけども、だいたい1メートルはありますね。目にぐらいはそれぐらい積もる時があります。で、そうですね、こちらの蔵もそれからもう1キロ離れた方にもう一つありますけども、どちらも除雪機を持ってましてですね、冬は除雪機、ロータリーで雪を飛ばすというような形の除雪をしながら仕込みの道を上げて仕事をしているというような地域ですね。そうですね、冬はとにかくすごいんですよね、雪が。そうですね、氷点下ぐらいが普通なんですよね。そうですね、時々年に数回は2桁氷点下の2桁って時もありますけども、だいたい最近はもうそんなに2桁行くことはなくてですね、氷点下の世界がつながっております。ありがとうございます。で、森田さんが4代目ですよね。あ、そうですね、醤油を職業として、からは4代目ですね。で、ここの中で、家がありますけれども、そこの家では私が10代になります。で、それで森田さんがその代を引き継いだ時と、はい、それ時間が経ってちょうど今現在っていうと、醤油の作り方とか出荷先とか大きく変わってると思うんです。はい、そのあたりを少しお話しいただけるとありがたいです。はい、ですね、私が、醤油屋を始めたというのはですね、大学を卒業して22の時にこの森田醤油店に入ったという
ところですけれども、実はまあ、高校時代からですね、まあ、父がおりまして、まあ、商売をするのにそんな勉強なんか必要ないけん、どっかでっち奉公に行けみたいなことをまあ言われてはいましたけども、はい、まあ、せっかくなんでこういろんな世界を見てみたいなと思って、まあ、4年ほどこう遊ばせると思って出してくれと、とにかくまあ卒業したら帰るから4年だけ遊ばしてほしいということで、まあ、東京に出させてもらって、それからまあ、4年経ってこちらに戻ってきたというのが今入るきっかけといえばきっかけなんですが、その頃はまあ、もちろん原料というのはその出汁加工大豆を使ったものが中心で、まあ、丸大豆のものもありましたけれども、やはり出汁加工大豆のものが多くてですね、でそれで自分たちでその醤油を作って、で、まあ、麹を作って仕込んで、それを絞って醤油にして、それをまた自分の車に積んで近所へ、まあ、配達、まあ、訪問営業ですかね、訪問販売をするというスタイルでずっとやっておりました。でそれがまあ今はですね、まあ、訪問販売をこの地元の地域には残っておりますけども、それ以外のところは今、まあ、全部その運送便を使って出荷をするというような形になりまして、もともとその販売する地域というのは、まあ、地元が 100% というところから今地元は 15% ぐらいで、まあ、それ以外は毎日運送業者さんに寄ってもらって、まあ、配送をするというような販売方法に変わってきて、あれですよね、東京の百貨店とかでもよく森田さんの醤油は目にするので、はい、結構県外にやっぱたくさん出てるんですね。そうですね、まあ、そうですね、さっきの 85% というのはもうほぼ県外ですし、その 15% のその地元の直売というのも実は県境って言いましたけども、まあ、日本海側を見て右隣は鳥取県ですし、それから後ろ側は広島県ですし、というまあ近隣の隣り合わせた他県にもまあ、行きますが、まあ、それが 15% ぐらいですかね。でそれ以外の 85% というのはほぼ県外へ の, 出荷になっております。うん、今のお話にも上がったんですけど、原材料、はい、の大豆とか国産の丸大豆の今割合ってどれぐらいですか？はい、ですね、自社でまあ麹を作るわけですけども、自社で作るのはもう 100% 国産大豆と国産小麦のものだけをやっております。うん、でそこってすごくこう森田さんの醤油を語る上でキーワードになるところだなと思ってて、で国産の丸大豆にこだわる理由っていうのはどういうところですか？まあ、そのやっぱり、まあ、いろんな問題、遺伝子組み換えの問題があったり、まあ、いろんなことがあるわけですけども、やっぱりその自分の中では、まあ、食べて大丈夫っていうのは世の中にはいっぱいありますけれども、やっぱり食べ続けて大丈夫か、自分のまあ家族が、子供がそれを一生食べても大丈夫かどうかというようなことをまず考えていきたいなというのがもちろんあります。それともう一つはやっぱりそのできるだけ自分のところにの、まあ、住んでるところに近いところの原材料を使うことによって、せっかくまあ都市部へ商品を販売させてもらうわけですから、そこで販売して、まあ、販売させてもらったそのものお金をですね、できるだけ近いところの原材料に、また回すことができれば、それはまあほんのちょっとだけど、まあ、地元の役にも立つんじゃないかなと思っております。うん、そうなんですよね。森田さんのところの醤油って県外に出荷をされることが多いと思うんですけど、ただ原材料は極力地元から調達されてるんですよね。そうですね、大豆は今島根県と広島県と鳥取県がほとんどですね。で、それから小麦は島根県とあと山口県ですかね。
大体こういうあたりで調達をさせてもらってます。まあ、全て島根県というわけにはいかないので、まあ、ちょっとその周辺からという形にはなります。うん、その近場から材料を調達するのって結構大変じゃないですか。それをずっと毎年続けるので。はい。そうですね。まあさっき一番最初話しましたけども、まあ、2箇所に分かれてるって言いましたけども、こちらではない方、まあ、湯の原蔵と言ってますけども、そこには倉庫がありましてですね。で、まあ、そこに原料の保管をしておるということですけれども、年その倉庫の写真って、浩平さん、写真って出すことできますか？はい、ちょうど今、話に上がったもう一つの、工場の方の倉庫の写真を浩平さんが今、画面共有してくれると思う。ああ、そうですね。これの。はい。これですね。これが、大豆で、まあ、今ちょうどいろんな味噌をしたり、いろんな作業をしているので、ちょっと写真が撮りづらいんですが、もう少し今は多くあります。だいたい年間使う量の、まあ、倍確保したいなとは思ってるんですけれども、まあ、今 1.5 倍ぐらい、翌年の半分ぐらいは今のうちに確保するというような形で、原材料を確保させてもらっているというのが、まあ、今国産の原料ですから今欲しい時に早くくださいってもない場合があるので、とにかくまあ早めに確保するということで、ストックしながらやってきております。この写真もほんの一部分ですよね、倉庫の中の。そうですね。で、私お邪魔した時はもうずらっとこういう形で大豆が山のように積み上げられてたので、なんでこんなにあるんですかっていうと、先々もう来年の分まで今確保してるんだよっていうことで、なんでなんですかっていうと、やっぱりその時々で調達できないリスクがあるから前もって先々のものを仕入れてるっていうことなんですよね。そうですね。まあ、きちんとこうやっぱり原料がないと、まあ、とにかく進むことができないというのがありますし、そうですね、やっぱり脱脂加工大豆のものを仕込んでるんだったら、今年はまあ国産大豆ないから、じゃあ、まあ、脱脂大豆でやろうかということにもなるかもしれんですけども、国産の仕込みしかしないって言ってるからには何が何でも確保しないといけないので、やはりまあ、前倒しで1年前倒しで確保していくということをするようにしてます。じゃあ、浩平さん一度、そうですね、戻していただいて、でちょっと浩平さんに次お話伺いたいんですけど、そのまま浩平さん社長のいるところまで移動してもらって、社長のカメラで喋ってもらうことってできますか？わかりました。ちょっとね、ハウリングしちゃうみたいなんで、その方がスムーズかもしれないです。またこんな気がします。はい、チェンジ。2人並んでいただいても全然すいません、すいません、対面でパソコン使って話をしてるんで、なかなかじゃあ、すいません、じゃあ浩平さん、改めましてお願いします。で、浩平さん、蔵戻ってこれて2015年の1月ぐらいかなっていうふうに僕は記憶してるんですけど。そうですね。で、もともとあれですよね、浩平さん、実家戻るつもりあまりなかったっていうふうに、小さな頃は言われてましたよね。そう、そうやりたかった。そう、たまたま高校の授業の時に、なんか家庭科学かなんかの授業で、なんか食品にまつわることを何か一つでもいいか調べてまとめて、で、夏休みの課題提出するってなって。これさね、もう少しカメラ近づいてもらった方がいいかもしれない。ちょっとね、声がちょっと聞きづらい感じです。わかりました。そう。で、たまたまなんか食品添加物の本が転がってたんで、まあそれをちょっと読んでみて、用途とかいろんなの調べながら、で、まとめて提出した時に、なんでこんなの使うんだろうってちょっと気になってて。で、逆に使わずでも美味しいものができたら面白いかなと思って。で、まあ、大学とか行くときも、食品の加工のちょっと強いとこ行って、で、なんだろう。あれです。そういった食品の加工をするメーカーにちょっと行きたいなと思って勉強してたんですけれども、たまたまそれが今、醤油屋さんとか酢屋さんとか味噌屋さんとかよく行く東京農業大学醸造科というところです。まあ、そこでいろんな食品の加工とか、まあ一緒に醤油とかお酒とかそういった作り方も勉強してたんですけども、たまたま大学3年生の時に、
あの大学生のバイトで、うち の森田商店として展示会に結構出てたんです。まあ年4回ぐらい。例えばスーパーマーケットトレードショーとか、アグリフードショーとか、アグリフードエキスとか、ああいったのに出るときに、たまたまなんかの展示会で、準備終わった瞬間に母が倒れて父が帰ってしまったことがある。はい。で、あの、バイヤーさんに向かって私が一人で説明せんといけんって展示会が出てしまって。で、当時、まあ、試食販売的な出し方はしてたけれども、商品のことあんま知ってなくて、急遽この商品でどういう作り方してるとか、いろいろ電話で聞いたりとか、一緒に島根でうちの醤油を使っているメーカーさんいらっしゃるんですけど、その方々にうちの商品ってどんなものですかって聞いていく中で、自分がやってみたかった食品添加物とか使わずに美味しいものを作るってこと。あれが家でできるなってことにふと気がついた。たまたまそういう本が家に転がってたってことは、多分うちもそういったことで興味があって、それをずっとやってきたことだったんです。あれなんですけど、たまたま自分がやりたいことが家でできるってことが分かって、だったら家も続くし、自分のやりたいこともできるとなったら、なんていうんだろうな、家に戻って醤油作ったら面白いかなと思って。そうなんです。じゃあもともとやっぱ食品添加物みたいなものはこう興味があって調べてみたら、で自社を改めて見たら、うち食品添加物何も使わずに作ってるっていうのでいいじゃないかみたいな、そんな気づきだったってことなんですよね。そうですね。で実際にどうですか、こう入られて5年ぐらい経つと思うんですけど、入る前のイメージと5年ぐらい経った時って何か変わってることとかってありますか？入ってしばらくしたら多分これに慣れていろいろな余裕が出てくるんだろうなと思ってたんですけども、麹大体年間100回ずつぐらい作ってるんですけども、その時の気候とか気温とかで豆の水分含む率とか違ったりして毎回同じようにならないので、大体こんな傾向はあるっていうのは分かってきたけど、細かい配慮が未だに分かんないので、多分突き詰めてもずっとこんな感じなんだろうなと思って、それが面白さでもあり大変さでもありそうだなと思います。うん、じゃあ仕込みのたんびにいろんなものが違うっていう感じなんですね。そうですね。で今小林さんがさらっと年間100回仕込みをするって言われたんですけど、これってかなりすごいことですよね。そうなんですか？そう思います。1回の仕込みにかかる日数ってどれぐらいですか？大体足掛け3日で48時間なんですけども、ただその前に麦をいって引き割ってというのがその2日3日前からスタートしてて、3日前に麦を入れる。で、2日前に麦を砕いて、冷まして砕く。で、同じ日に豆を洗って、で、水切りして、で、もう一回水に浸して、で、蒸して、蒸し上がったところに合わせるとなるので、大体、麹作りは3日だけども、麦も入れると5日ぐらいです。そうですよね。で、それを100回っていうことは、もう年中作りまくってるってことですよね。そうですね。山奥なんで、日中の気温は低かったり、朝晩は低いので、大体1月から4月はできるんですけども、ただ下手したら日中は東京とか大阪よりも高い時がたまにあるんで。そうですね。で、結構よく、私なんかよく聞くのが、一般的にはこう寒い時期、寒仕込みをして、ゴールデンウィーク前後ぐらいまで仕込みをして、で、そこから暖かい時期は仕込みをしないよっていうケースが多いんですけど、森田さんの場合は、ひたすら、麹を作ってる期間が長いっていう感じのような気がして、で、じゃあその、蔵の中を早速見せていただきたいと思うんですけど、よろしいですか？ちょっと回るようにします。はい、ちょっと今、ハウリング専用に携帯持ってきます。はい、少々待って。はい、お願いします。はい。今持っていただいているカメラがずっと映るように今固定しましたので、これでもう動いていただいて大丈夫です。はい、わかりました。それでは、蔵の方に移動いたします。お願いします。これが、事務所、これ何、すいません、携帯のケースでしたね。すみません。そうです、今お店を出たところで、これから工場の方に行きますけども、ここが出荷とかをする場所になります。はい、でここから、工場に入ります。そうですね、通常ですとここで手洗いをしてローラーをかけて、キャップをかぶって
で、足の消毒をして入るという形ですので、ちょっと、ローラーと手や足まだけやります。ちょっと帽子。はい。で、今ちょっと映像が止まっちゃってる状態です。で、少しすれば戻ると思います。不具合が。あ、平気です。映像。ちょっとまだ弱いですかね。あ、大丈夫ですか。あ、平気です。で、はい。で、ここに入りました。はい。で、ここが、さっきのところが、船便をしたりする施設になりますし、ここが今度、麹を作るという、ところになります。それで、ちょっと脱電とはしておりますが、こちらが小麦を煎る機械です。ここで小麦を煎って、はい、これがここにですね、煎った小麦をこう置いておきます。で、これを温度が下がったものを、ここでちょっと今ばらしてありますけども、小麦を引く機械ですね。ここでちょっと回転数の違うローラーの中で潰していくような形ですね。こういう形で小麦を引いていきます。で、こうして準備したものが、隣の少し音声が遠いみたいです。はい、あ、すいません。あ、ちょっと雑音がすごくてですね。そうですね。で、あれば映像だけでささっと言って、後で詳しく説明伺うのがいい気がするので、わかりました。ひとまず麹室の方に行っていただけますか。あ、麹室の方に。はい。はい。では。はい、あ、もしかすると音声がうまく拾えないかもしれないんですけど、これが麹を作っている部屋です。これが麹室です。現在仕込み途中ですね。今日は中日になりますけれども、はい、ここで麹を作っております。で、今のが一つ目の麹室で、もう一つ麹室が、はい、あ、これが今麹の温度ですね。大体これぐらいの温度で注意しております。で、こっち囲碁室、そしてもう1個ですね。100回作るためには麹室が1個ではなくて、2つ必要になるんですけれども、ここで交互にやりながら毎日仕込みをしていくと、うん、いうことをしております。いい、こちらの方は、今週今洗って休んでおりますけれども、こういう形ですね。ここが麹の乗る、網ですね。ここに麹を入れて、3日間かけて作っていきます。これは数年前私お邪魔した時にはなかったですよね、2つ目の。そうですね、これは、今3年目になりますけれども、3年前に作って、ここで今、仕込みをしております。ちょっとうちでは2号室と呼んでますけども、はい、ちょうど裏から見ると、こういう形ですね。下が、これが空気の層で、ここをかなり120センチ長く取っておりまして、
それからこの上に麹が乗っていくと。でこの中の空気を抜いて下から、まあ、あそこの出口から入ってきて、あの空気を循環させるということで、あの湿度と温度をコントロールしております。で1号室と2号室で麹の出来栄えって違うものですか？まあ、ファンの形が違いますけど、大体その中の寸法というのは同じになるように作っておりますので、あのそんなに大きな違いはないけれども、2号室の方があの風量が多くて作りやすいのはありますね。あ、そうなんですね。はい。じゃあ風量が多いってなると、あの麹の温度を下げるときにコントロールしやすいっていうこと。あ、そうですね、はい、うん、そういう楽な部分もあります。それともう一つは、あの洗浄が楽ですね。この壁、さっきの1号室はあのプレハブ冷蔵庫の内側、その白い、まあ、アルミのパネルでしたけども、はい、これはあのステンレスの、まあ、側、中ももちろんステンレスなんですけども、はい、この保温のためのその麹を作る麹室の壁もステンレスなので、あの非常にあの掃除がきれいにできて、あの雑菌が出にくいです。あ、すごい。でだけどすごくきれいに掃除されてますね。はい、あ、まあまあまだ新しいので、でやっぱりステンレスなので、やっぱりきれいにそれは掃除ができて、とてもありがたいと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の工程に行きましょうか。はい、お願いします。はい、あ、そうか。麹室ですけど、さっきのあの室を2つ使うカレンダーだけお見せしましょうか。はい。はい。ちょっと待って。足が。はい。ですね。さっきの原料処理をするところの2階になりますが、ここに原料を置いて、いきます。で、これ逆境。例えばですね、はい、ちょうど3月が分かりやすいかな。ちょっと横にしても大丈夫ですか？あ、はい。まあ、こんな形でですね、赤いのが後から見てもらった2号室で、黒いのが1号室という形で、こう毎日さっき の, あの原料処理をしながら行くと、まあ、これがまあ火曜なんですけども、火曜、火、木、土、月、水、金と1号室は行きます。で、ここで、あの、ちょっと一回休ませますけども、2号室の方は1週間だけずらしてあるので、こう、2月の終わりから、月、水、金と終わって、また、ここで、火、木、土、月、水、金。こういう形で、なんか、1、2、3、4、5。5回ずつを、まあ、交互に組み合わせて、仕込みをやっていきます。なので、だいたい1ヶ月で、の18回ぐらいの、あの、仕込みができます。わー、すごいですね。はい、こういうのも暇ないですね。いや、まあ、ここの、日曜日とかは手入れだけなので、まあ、自分たちだけでできるので、そういう時はちょっとだけ気持ちが休まることだけど昔伺った話だと、あの麹が心配で、あの麹の近くで、はい、あの布団持ってったんだっていう話もされてたじゃないですか。そうですね、あの1号室の方はやっぱり自分でまだあの音の聞こえるところで寝てますのと、それから2号室はまあ、温度管理センサーを4つつけてまして、でそれでコントロールしますけど、そのセンサーをカメラで撮って、それを自分たちの住んでるところ、あの家の方へまで飛ばしてるので、あのそれを見るだけで温度が分かるようにしてます。あ、じゃあセンサーがリアルタイムでもうお家にいても見れるようにしてるんですね。そうですね。それともう一つは、あの温度が上がった時に警報が鳴るようにしてまして、で両方あの上がればもうブザーが鳴ると、うん、で嫌をなく叩き起こされるという状況にしております。本当ですね。仕込みの時はもうそういうのが毎日続くんですね。そうですね、まあ、とにかく麹を作ってなんぼという形になりますので、うん、まあ、作り続けることがやっぱり僕らの仕事かなと思ってます。
でちょうど今あの絞ってるところが右側にあって、はい、ね、で、そうです、ここで最後絞るところがあって、はい、でそのままもう進んでいただいて、あ、いいですか、はい、大丈夫です。で日よけが、日よけが先ほどの麹室のちょうど裏側になりますけれども、この裏側からですね、あ、ごめん、ちょっと離れたところから、さっきのあの麹室ですね、これも見えるかな、こういう一番最初に見た1号目の室の反対側ですね。はい、1号室、ここから今度裏からあの麹を出すようになります。今日今2日目なので、まあ、だいぶ出来上がりつつあって、これをあの明日の朝こうここを外して、こうこのこの桶の中に移していくというような状況になります。ちょっと麹の胞子が飛んでて表面が白く見えますが、実はこれ黄色いんですで、ちょうど出すのがあの一番奥になりますが、そうですね、ちょうど出るところに、はい、まあ、シュートで入れて空気輸送ですね、空気で、はい、空気の力で送って、ここで最後、まあ、遠心分離をして、ここに塩水を合わせて混ぜて仕込んでいくという形でですね、これ今半分だけ入ってて、明日出て満タンになりますけれども、はい、こういう形で仕込んでいきます。じゃあ先ほど、はい、はい、先ほど麹室にあったものが、空気の力で桶の中まで運ばれてきて、はい、で2階の仕込みで桶がいっぱいになるような形ですか。そうですね、2階でいっぱいになります。でこれは再仕込みなので、まあ、1回絞って準備しておいた濃い口醤油をまたここに合わせて仕込んでいくということになります。はい、であと森田さんの醤油の仕込みのところで面白いなと思うのが、はい、仕込み水の量、はい、塩水の量が一般的なお醤油屋さんより少ないのかなっていう気がするんですけど。そうですね、まあ、一般を僕が他の仕込みしたことないんですけども、聞くところによると、まあ、麹を10石に対して、まあ、12石 の仕込み水で仕込まれるという、はい、まあ、12水という一般的な言われるのが仕込みになりますけれども、はい、私の方では麹10石に対してやっぱり水も10石という形でですね、うんうん、富水と言われる、まあ、同量のものですねという仕込みをしております。少なくすると絞れる醤油の量も少なくなっちゃうじゃないですか。はい、それでも少ない仕込み水でするっていうのはどういう理由なんですか。やっぱりその美味しさですね、醤油の旨味ってよく基準になるのはその、あ、すみません、動きながら喋っても大丈夫ですかね。平気です、大丈夫です。まあ、大豆とかのタンパク質を麹菌の酵素によって分解して作ることで、作られるそのアミノ酸、まあ、旨味成分の量をですね、窒素という数値で測るんですけども、それがまあ一つ基準になってまして、はい、でその窒素がまあ、例えばある一定基準 1.5% あるものについてはその、まあ、JAS の特級であるとかで、その10% 高い 1.65 のものについては、と特選であるとか、 20% 高いものは超特選であるとか、まあ、そういう基準があるんですけれども、それ僕はその基準だけがその味を決めるもんだとは思ってなくてですね、そのうまみをやっぱり決めるのが、そのどういうだうまい言葉が見つからんですけど、はい、そのまあタンパク質のうまみだけを出すためにやっぱり小麦もタンパクの多い品種を使うとかですね、そういったことが今多くなってきておりますけども、そうではなくてやっぱり昔の品種のそのでんぷんをたくさん含んだ大豆を使いながら
なおかつその旨味成分の高いジャスのまあ特選であるとか、そういう基準のものを作ろうと思うと、あのまあ水を少なくしていくという形がまあ一番妥当な作り方になるんだろうなと思っております。そうですね、今、カメラの方が絞る圧搾のところに戻ってきて、はい、これが今その圧搾ですね。これもあまり圧をかけると油が出るので、まあ、油が出る前でやめてしまいますけども、ちょっとまだ圧搾の担当者はちょっと不慣れで綺麗になり、なりづらいですけども、あの山六さんのとこ見ると本当に綺麗に積んであってですね、あー、そうですね、すごいなとは思っておりますが、いつかいつかそんな風にしたいなと思っております。あ、すみません、行ったり来たりします。でここで絞ったものが、あのこちらでは地下タンクがありましてですね、地下にタンクがあって4層ありまして、この例えばどれやっけ、こういう形で地下に貯蔵しております。で絞った醤油を貯蔵しておいて、それをその都度あの火入れという加熱の工程を経て、この上ですね、2階にはあの今度火入れをしたものがあの、まあ、折り引きというあの、まあ、加熱することによって香りもつきますし、あと、未分解のタンパクとかそういったものが沈殿して綺麗なものが詰められるようになりますけれども、こういったものを詰めるような形であの2階であの詰ます成長という工程を段階をここで取っております。でこれが終わったものを今度充填して、製品を詰めるということで進んできているのが今あのうちのやってる醤油の作り方ですね。はい、はい、あれですよね、あのすごく醤油を入れてるタンクが今あの2階にあったみたいに、あのうまいことこう空間を工夫して作られてますよね。忍者屋敷だというふうに森田さん言われてますけど、そうですね、もうあの本当に、こっちから見るとこう下は充填のところになりますけども、2階はその火入れをしたものを済ます場所になっていたり、先の絞ったものは地下にタンクに貯蔵したりということで、まあ立体的に狭、街中で狭いんですけども、まあ、立体的になるような形で、作っております。であと先ほど、はい、醤油を桶の中に仕込んだ状態で少しあの混ぜていただいているような光景を見せてもらったんですけど、はい、ああいうこう攪拌とかもろみの管理で、はいはい、あの森田さんが気をつけていることっていうのはどういうところですか？そうですね、あの、まあ、その段階が一応僕はその3つあると思ってはいるんですけれども、 あっちの方行った方がいいのかな、すみません、ちょっと戻りますね、はい、仕込んでですね、最初のところやっぱり麹とその食塩水を合わせた段階というのは毎日2週間ぐらいは毎日混ぜるということで今混ぜております、はい、それからあと次、まあ、発酵するまでのところはそんなに頻繁にまあ混ぜなくても表面がこういろんな菌が雑菌が入るとかそういうことがなければですね、なるべく混ぜないような形でしてはおります、はい、でこれが6月の後半から7月の前半にかけてというのは、まあ、かなり発酵が旺盛になりましてですね、まあ、この桶ここは今何センチぐらいだろうか、25センチぐらい多分縁から下がってると思いますけども、はい、この桶から溢れるぐらいこう膨れていきましてですね、うん、発酵が始まると主発酵が始まるともう本当にここから桶から溢れてしまうというぐらい、まあ、発酵していくので、その時にはもう毎日混ぜてやる、もしくはもうガス抜きのために朝晩すると、まあ、そういう期間もあります。でそれが終わるとまた今度はゆっくりきちんと後の発酵を続けるので、その時にはまあ表面にこう白い三膜酵母が生えないような形で混ぜていくというような段階を取るようにしております。あ、じゃあその時のもろみの状況に応じて接し方を変えてるっていう。そうですね。でまた仕込み水が少ないと
はい、絞るときにちょっと大変なんじゃないかとか、はい、そもそもポンプで救えるのかみたいな話っていうのは特に問題ないんですか？そうですね、最初はどうなるかと思いましたけれども、まあ、ポンプで組み上げ自体は問題なくできておりまして、今もろみ輸送はこうピストンポンプ これですね、ちょっと毎回ばらすので1回ごとにばらして水洗いするので、まあ、見えないですけども、こう桶からこうポンプに来て、それをさっきの絞るところですよね、絞るところの上にですね、この上にもろみの貯蔵絞る前の、まあ、タンクがありまして、ここに入れてそれを定量絞っていくという形でやるので、もろみの組み上げもどうかなと思ったんですけど問題なくできましたし、それからこの上からの自然の落差でこう圧搾の これですね、さっきの上にもろみを組み上げたものからこの圧搾の配管ですね、ここまでも特に詰まることなく運べるようです。うん、そうなんですね。で、ちなみにさっき、はい、ポンプを毎回洗浄するっていうのは、はい、どういう理由で毎回洗浄するんですか？そうです、私の方は有機ジャスの、まあ、認証を受けておりまして、有機の認定工場、有機加工食品の認定を取るために手順としてやっぱりその毎回水で洗浄するということが一つルールであります。なので、まあ、そういうためにルールがもう決まってるということですね。じゃあその都度分解をしてこうきれいに洗浄してっていうことなんですね。そうですね、本当は有機の時だけ洗うということでも対応可能なのかなとは思うんですけども、ただそうやるとその時に忘れるとかですね、うん、そういったことが出てくるので、もう基本的に全部洗おう、毎回洗おうというルールにしております、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ石森さん、最初の事務所の方に戻っていただいて、はい、かりました。続きの話でよろしいですか？はい、すいません、ここちょっと雑音がすごくて申し訳ないです。最初の工事のところは、工事室のところは少し聞きづらかったんですけど、それ以降は全然大丈夫でした。そうですか、はい、はい、工場の入り口になりますが、はい、じゃあ事務所に帰りました。ありがとうございます。じゃあちょっと後半のお話をこのまま。これはどうしたらいい？すいません、すいません、使い方が大丈夫です、ゆっくりで大丈夫です、はい、外します。はい、大丈夫です。はい、で、すいません。で、あと森田さんのところだと、まあ、純粋な醤油もそうですし、醤油の加工品も作ってらっしゃると思うんです。はい、で、特に私なんかがすごく印象深いのはやっぱポン酢の話で、はい、ポン酢の原材料も全部自社で、極力自社で手掛けてっていうことをされてると思うんですけど、そのあたりの理由の話を伺えると。そうですね、まあ、一番もともとはですね、醤油の加工品を、まあ、醤油ってそんなにどんどん売れるもんでもないし、やっぱりある程度やっぱ商売のためには少し加工品もやりたいなと思ってはいたんですけれども、その加工品の中で、せっかくやるんであればということで、お世話になっていたポン屋さんにお願いして、まあ、ポン酢をやろうと思うのがありましたけども、っていうのは自分が食べたかったかな。で、その時に、まあ、無添加の出汁ですね、昆布出汁とか、かつお出汁とかもらったり、しながら、試作をやっておりました。で、まあずっとその開発行っても、ずっと開発が一途にできるわけではないので、
仕事の合間でやってましたけども、大体2年ぐらい経って、こんな感じかなと思う味が出たときに、まあ、これまで、まあ、お世話になってました、その、生協さんですね。他の醤油でお世話になってましたので、で今、こんなものを作ろうと思っていますということで、お話に行ったんです。そしたら、その時に、まあ、何年ぐらい前かな、25年、30年近く前なんですけども、その時に、まあ、今はいいけれども、この無添加のものを作るときに、じゃあ、無添加だけど、その中で使うみりんはどんな原料でできてるのか、醤油はどんな原料でできてるのか、いずれ書かないといけない時代が来るんだというふうに、言われまして、で、その時に、まあ、まだ、その食の中でも遺伝子組み換えの問題とか BSE の問題とか何もない時代でしたけれども、まあ、そういうふうに聞いて、じゃあ調べようかなと思って調べてました。で、まあ、醤油はもちろんその自社の原料なので大豆小麦食塩ですし、みりんも、米麹、米焼酎とか、まあ、そういったものなんですけども、まあ、昆布だしを調べたら昆布と水でした。で、かつおだしを調べたら、かつおと牛と水って書いてありまして、あ、かつおと牛と水って思ってたんですけども、まあ、さっき見てもらったように、この工場とその住宅店舗というのが非常に近いですね。で、そこの間の通路で、試作をしておりましたけれども、まあ、今、大きくなって帰ってきましたけど、息子がまだ本当に小さい、よちよち歩きぐらいの時ですけども、お父ちゃん、ね、作って僕も舐めさせてってずっと毎回作るたびに来てたんですけども、やっぱりそういうことを調べる中で、ある時、飲んでる時に、おう、そんな飲むなよって思う気持ちになった時がありまして、で、なんでかなと思ったんですよ。で、自分ではやっぱり100点のもの、自分の中で納得がいくものを作りたいと思ってたのに、多分いろんなことを調べるうちに、これは自分の中で100点じゃなくなったんだなというのが、自分で感じたことです。で、その時に、じゃあ100点っていうのは何だろうかと思って、こう原料を並べてみると、まあ、果汁はもちろん果汁なんですけども、やっぱり気になったのがそのカツオ牛って、どんな用途で何に使われてるかも全然知らずに自分が使ってる。そういったことがやっぱりちょっと気にはなってたんですね。で、やっぱりそこで並べてみると、やっぱりカツオ節だったり、昆布だったりですね。こういったものが非常に、あ、これなら大丈夫だなと自分でも思いまして。それで、まあ、じゃあこれでいこうということでラベルをもうこれで決めたと思って印刷して向かいました。ただまあ実際作るようになったら買ってきたその濃縮の無添加出してですね、自分で煮出すものって全く別なもので、同じ味にはならんし、今まで出来かけ取った味がもう全く違うものになってしまって、あ、しまったな。あの時レシピ捨てんだったらよかったなと思いましたけども。まあ、その当時まだ私父親が生きてましてですね。それから2年ぐらい経った時に、前で肝煎にラベル作って、一体何考えちゃうのって言われまして。それからまあ、あちきしょ、こんちきしょと思って、また発奮してですね。次に向かったのが、今のそのポン酢を作る、やっぱり元になりました。やっぱり一番最初にも言いましたけども、まあ今日本の中で食べてダメってものはないですし、食べて大丈夫なものばかりなんですけども、じゃあ実際に自分の家族や自分の子供が一生それを食べ続けても大丈夫かどうかというのが、やっぱり自分の判断基準になるんだなと思って、今はそういうふうに向かって作っております。で、森田さん、いつも、まだ100点じゃない、まだ100点じゃないって言われるじゃないですか。はい。で、いろんなこう新しい商品とかもたくさん作ってらっしゃるのはすごく印象的だなと思うんです。そうですね。やっぱりなかなか100点にはいかないものですか。いや、100点、まあ、同じその中でも、やっぱり一つの同じものをずっと食べてると、これものには合うけど、ちょっと違うものを食べたときには、もうちょっとなんかなと思ったりですね。というのがあるので、やっぱり違う商品を作ってみたくなるというのが一つあるのと、
それから、まあ、少しずつ、それを改良することができれば、もっといいなと思ったりすることがあります。それともう一つは、やっぱりこうやって自分で出汁を煮出して作るということで、まあ、結構依頼が来ることがありましてですね。じゃあ、これを煮て、こんな出汁ができるかとかですね。そういったものが少しずつ、やっぱり、入ってくるようになって、面白そうだな、食べてみたいなというのが自分の中でやっぱり起きてくるので、でそれを作ると、まあ、なかなかその一発でできることはないので、やっぱり常にこう改良を考えようかなと思っています。まあ、それがやっぱり自分でこれで十分ではないというところの、答えなんじゃないかなと思っています。これは自分がやっぱりその製造とか、そういう専門の勉強をしたわけではなくてですね、ただただ自分は経済の方に行ってたので、やっぱりそこはもう、ただひたすら自分の中で繰り返して作って、また次、ちょっと変形させて、また次やってということの繰り返しだと思っています。ああ、そうなんですね。じゃあ、その商品をいくつかちょっとご紹介をいただきたいんですけど、はい。よろしいでしょうか。後ろにちょうど、はい。並んでる商品からいくつかちょっと代表的なものをご紹介いただきたいです。一番、まあ、手っ取り早く、はい、すみません。手っ取り早くというか、まあ、いろんな形でこう、使える、弊社のすべての商品の基準になっておりますのが、この国産丸大豆の濃い口。はい。全然国産とは書いてないですけど、国産です。これが、まあ、国産丸大豆の濃口醤油になります。それから、まあ、同じくですけれども、すいません、座ったままで。これが、薄口ですね。うん、はい。薄口。はい。で、これが、まあ、一般的なその料理をするための煮炊きとかですね。まあ、濃口の方は、漬けかけにももちろん使えます。で、すごく難しい質問かもしれないんですけど、はい、濃い口と薄口、おすすめの食べ方とかって。そうですね、自分が料理せんけん分からない難しいですよね、結構正味。薄口は、家内はすごく使いやすいと言ってます。うん、煮物をするときに使いやすいとは聞いてます。うん、僕は煮物したことないので、いません、わかりません。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。で、さっきポン酢の話もあったので、ポン酢もぜひ入れていただきながら。ね、はい。あと、今この、あ、この人見えませんね。これが、さっきお話ししたその、有機のお醤油ですね。有機の国産丸大豆醤油。はい。これは、一本の木桶の中でも、2年間そのまま熟成させているので、非常にこう深い旨味があります。大体この辺の3つかな。これが、ポン酢、手作りポン酢ですね。大豆、すだちをメインに柚子の果汁を合わせておりまして、まあ、白身魚と食べるとか、まあ、あと、タンパク質、大豆っていうのはタンパク質の旨味を、引き立たせるので、まあ、鍋物にもよく合います。それから、これは、柚子ポン酢ですね。お酢を使ってない柚子ポン酢で、まあ、丸大豆醤油と柚子果汁、それから、まあ、種子島産の蘇生糖と鰹節昆布、これの出汁だけで作ってまして、これはすごく酸味がもう柚子果汁だけの酸味なので、香りの強いものたたきとかですね、あと野菜ですね、これをまあオリーブオイルと合わせてドレッシングにするとか、そういったことによく合います。それとあと、ね、はい、はい、有機の柚子ポン酢ありまして、うん、これはまあ有機のまあ、原料、米酢とか、みりんとか、すべて使っておりますけれども、酸度がちょっと、これに比べて高く
なるように作っておりまして、ま、肉ですね、豚バラ肉をしゃぶしゃぶで食べるとか、そういった時にすごくよく合います。大体こういう形で、魚と肉と野菜という感じで考えていただきます。魚と肉と野菜なんですね。で全部森田さんとかのポン酢すごく優しい味なので、あの結構そのまま飲んでも美味しいっていう方がいるぐらいな味わいだなと思ってて、はい、でファンがねすごく多いなっていう感じもすごくしてます。ありがとうございます。ぜひ皆さんも試していただけるとありがたいなと思います。でそして森田さん、あっという間にもう時間が迫ってきてしまってるので、あ本当だ、はい、そうなんです。なんであの最後そろそろ締めに向かおうかと思うんですけど、ここまでで何か森田さん言い残したこととか言い足りないこととかってありますか？湯の原写真、あ、そうか、湯の原、あの一キロ離れたところにある清家蔵の写真とか、はい、せっかくなんで見てもらう。そうですね、じゃあちょっと写していただいても、うん、操作は浩平さんがしてくれると思うので、はい、あこれがその原料の入っている倉庫ですね、はいはい、これはあの元小学校の体育館を移築しているのでかなり広いです。で、そう。どこにすいません、なんか固まってしまって、あそうですか、写真が動かないかな、このあこれですね、写りました、その清家蔵の写真ですね。でこれが圧搾のちょっと錆びてる再塗装が必要になってますが、清家見る、わあ、こっちもいっぱい並んでますね。で全部で清家って何本、今両方で30本ぐらい、30もうちょっとあるか、そうですね、30余り40弱、うん、まあ、30、40ぐらいの間ってことですね。でうちは木桶ばかりではなくてですね、やっぱりあのコンクリート製のその仕込み桶があったり、それから FRP ですね、 FRP のその木桶の2本分3本分入るものがあったり、あと放浪のやっぱり仕込みタンクがあったりということで、全部木桶換算するとだいたい80本余り、うん、1本弱ぐらいのもろみを今持ってやってます。やっぱり容器が違うと醤油の出来栄えも違ってきますか？うん、まあ木桶の方がやっぱりあの表面の蒸発もあるし、あの木桶肌から の, あの蒸発もあるので、どうしあの濃度も高くなって旨味としては感じやすいと思います、うん、じゃあ次の写真は、多分これで、あ全部ですかね。了解です。じゃあこれがあの2つ目の工場 で本来あれですよね、2つ目の工場もあのリアルタイムで見せれればっていう話してたけど電波が通じないんですよね。あそう、あそこ携帯の電波が届かないところなのですみません了解です。じゃあそしたらね、いいお時間なので一旦ここで締めたいと思います。